今回の動画は11月26日に開催されますパスワパスコンサート2022のチケットの紹介と特別体験の紹介をしていく動画となっております。はい、まずねチケット、チケット今回、うん、6種類ね、加藤さんまず、うん、6? 6です6です。まずプレミアム VIP 席、はい、プレミアム VIP ですね。そして S 席が2種類、はい、1と2っていうのがあります。それと A、B、C の6種類ございます、はい、これをまず説明をしていきます、はい、まずなんといってもプレミアム VIP です。一番キラキラしてますね。キラキラしてます。キラキラこれ、はい、お値段なんとお1万円、プレミアムです。プレミアムな値段になっております。これね、どんなことなの、そんなプレミアム VIP 言っといて、うん、どこが VIP なの、はい、説明します。まず一つ、はい、一番前の一番いい席ご用意しておりますよ。一番前ですね。もう迫力とか熱とか、うん、もしかしたら汗飛んで分かんないけど、ね、もう迫力がたまんないですね。もう、はい、音をかぶりますよ、まあ、そこはね、はい、やっちゃってください、うん、そして二つ目、はい、こちらは何ですか。なんと、うん、終演後に、うん、私たちの楽屋に来てもらって面会して写真を写真も撮ります。いいですね。楽屋なかなか見れないし、僕らも見られることないですね、うん、だからね特別体験、うん、ちゃんとね綺麗にしておかないと。そう、ね、気に使いましょう。そうそうそう、はい、これあります。3つ目、はい、僕たちがメッセージカード、うん、直筆の書きます、はい、そして当日お渡しさせていただきます。いつもありがとうございますと。本当ですね、今日は来てくれてありがとうございます、はい、VIP の皆様メッセージカードを書かせていただきます、はい、そして4つ目、これ嬉しい、うん、VIP 専用入り口からもう並ばないパパパパパッと VIP の方ささささっとご案内させていただきますよ。こちらでちなみにこれ4点今 VIP の特典でございますが、うん、まあ、ちょっとその他にもねちょっと今考えてるいろいろありますので、はい、ぜひぜひこのプレミアム VIP 限定10席でございます。そうですね、10席、うん、ぜひぜひ皆様お買い求めいただけたら嬉しいです。でね、はい、なんで1万円もする席をわざわざ用意してるんだと、はいはい、パスワパスはもう銭ゲバじゃないかとお前らその金で何してるんだバカ野郎っていう声上がってきてるよ。上がってきてる現状も。いや来てない来てない来てるかもしれないかもしれない思ってる人はね、うん、いやもちろん松井だけだったらそうやってますよ。こうして違う松井だけだったらそれやってますよ。違うんです。これはね、うん、説明をすると、うん、これ大事なことなんでちょっと説明させてください。やっぱりねこの VIP の皆様がいることによって、うん、逆に C 席の2000円っていう逆にこう値段を下げられる席が出せるんですよ。これどういうことかというと飛行機と一緒で、はい、ファーストクラスが、ね、何十万もする席を出してくれるから、うん、エコノミーは安くなる、うん、っていうことなんですよ。だから VIP を作ることによって逆に C 席の値段を下げられます。そうすると行きやすくなる人だっているという、うん、これは思いやりで。そうですね、僕も思ってます。僕が思ってます。いやいや僕もって、もう僕も松井だけだったら多分やってない やらないですよ。やらないやらない。なので、ね、うん、このプレミアム VIP 席、はい、ぜひね、いいな楽しそう VIP やりなりたいっていう人、うん、ぜひお買い求めいただけたらなと思います。はい、続きまして、はい、S 席のご紹介です。 S 席は今回なんと1、2と2種類あるんです、はい、うん、これなんでかっていうとまず S1 っていうのは前方部分です。もう前の方ですね、うん、そして2っていうのはもう中央、ほんと見やすい席、うん、用意してます。これなんで2種類用意したかと言いますと、はい、やっぱね私はコンサートできるだけ前の方でね、うん、もう音の迫力をぶわーっと音をかぶり、そうですね、そしてもう間近で見て、うん、こうガーッと楽しみたい、はい、これ S1 おすすめです。 S1、うん、逆にねコンサートはちょっと見やすいところで、うん、全体をね見渡しながらパスワパスいますよ、うん、
バンドメンバー、あ、ピアノいるな、うん、ドラムいるな、ベース、ギター、あ、ダンサーさんもいるね、うん、あ、バイオリン、ストリングスもいるね、こうなんか全体をね、こう見ながら楽しみたいな、はい、で、音もこうね、心地よくね、聞きたいななんていう人は S2 がおすすめということで、そうですね、うん、こちら2種類用意してます。こちらお値段5000円となっております、はい、そして A 席、こちらがですね、まあ、1、2階席のこう、はい、周り横とこう一番後ろの方になっておりますね、はい、そして B 席が3階席、はいはい、そして C 席が4階席になっております、まあ、どの席もね本当に見やすいし、うん、C 席だからって言って見えないよなんてこともないしね、はい、ぜひぜひ皆様に合ったね、ご自身に合ったお席選んでいただけたらなと思います、はい、続いて、はい、続きまして体験チケット、こちら特別体験です。特別ですね、はい、これ何があるのというと、うん、2種類あります、はい、まず1つリハーサル見学、はい、まあなかなかねプロの現場のリハーサルを見ることなんてないと思うんです、うん、なかなかないですね、うん、はい、これまた本番と違った雰囲気でね、どんな感じですか、いやいやいや、どうですか、でもやっぱね本番前なんで、うん、多少はこうちょっとみんなやっぱ ねピリピリしたりとかこうね、はい、いろいろあるんですよ、うんうん、やっぱり ねで、いつも皆さんの前でこうペラ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 してる松井さん、はい、いるじゃないですか、うん、ヌースクはみたいな、こんな感じですよ、まあ、皆さんの前ではそうですよ、でもね、リハーサルのよもうプロの現場ピリピリします、正直緊張感あります、うんうん、みんないいものを作ろうとね、うん、みんなね、それ頑張ろうってピリピリします。リハーサル松井さん、あれ次の曲何でしたっけ、いつも通りでございます。じゃいやいや、 Going my way、 No 待ってください、我が道を突き進め、マイドライブ松井拓也でございます。変わらないよこの人、本当ですか、この人はいつも変わらないですか、はい、あら全然変わらないです。いいんか悪いんか、はい、はい、まあでもね本当にプロのリハーサルっていうのも、うん、演奏もそうだし、それ以外にね、例えば幕を閉めるだけの1秒の調整をしたりね、この曲の終わりの音とぴったり閉まるためにはどこから、どのフレーズから下ろし始めればいいか、うん、じゃあこのフレーズの時に照明をバッと消したい、じゃあその調整しましょう、本当にそういう細部にこだわったリハーサルやってますので、はい、ぜひねご覧いただけたらなと思いますけど、はい、これちなみに3回目かな、このリハーサル見学っていうのを出して、そうですね、はい、過去2回はなんか急に、うん、せっかくなんでじゃあリハーサルに来た皆さん、うん、1曲聴いてくださいって言って当日、うん、本編ではやらない、本編でやらない曲を演奏したり、うん、なんかもうしちゃったり、うん、なんかしちゃったりね、うん、してるもんね、はい、ぜひぜひ、はい、リハーサル見学興味ある方はもうコンサートとまた違った楽しみ方ができますので、うん、ご覧いただけたらなと思います、はい、そして2つ目がですね、終演後、うん、ステージに登って写真撮影ができちゃうけん、よっ、しかも今年はなんとバスターバスターと一緒に撮れちゃう、イエーイ、やった、これね、うん、例年は、うん、なかなかいろいろ規制があったので、ね、一緒に撮れなかったんです、うん、だ今年は OK、 来ましたね、終演後、はい、さっきまで我々がバーッと演奏してた熱いステージをお送りしてたそのステージに、うん、ご自身で登って、はい、そしてバスターバスターと一緒に写真を撮る、はい、でステージにはねもうセットバーンと組んであって、うん、バーン組んであってバーン組んであって派手なステージに派手ですよ、ドーンって座ってもらって、はい、一緒にバシャーンと写真を撮るすんごい激しいですね、うん、激しい体験ですけど、いやでもねいいですね、うん、僕らも楽しみ、うん、本当に皆さんと写真撮れるのがここ2年ぐらいなかったんでね、うん、ぜひ一緒に写真撮っていただけたらなと思います、はい、でね、なんでこの特別体験チケット出してるかというとね、うん、もちろんコンサート本編楽しんでいただけますけど、よりね、コンサートをね、特別な思い出にしてほしい、うん、こうなかなかね、コンサートっていうのは非日常だと思ってます、うん、なのでよりそのね、非日常を体験してもらうためにもこういったリハーサル見てみたりとか、うん、ね、ステージに登って写真撮ってみたり、こんなね、思い出にね、残ったらいいなという思いでこの特別体験チケットを出しておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お買い求めいただけたらなと思います。
それではチケットと特別体験チケットの説明、これまで以上になりますけど、復習します。まずプレミアム VIP、こちら10,000円、はい、そして S 席の1,2、これチーラーが5,000円、はい、A 席が4,000円、 B 席が3,000円、そして C 席が2,000円、特別体験チケットが2つとも3,000円販売しております。すべてのチケットを販売している、公式ホームページ、パッサパッサの公式ホームページからすべてのチケットをご購入いただけます。そして E プラスの方では S 席、 A 席、 B 席、 C 席のお取り扱いをしておりますので、そちらの方でも合わせてお買い求めいただけたらなと思います。はい、それでは11月26日土曜日、柏市民文化会館大ホール、パッソアパッソコンサート2022、皆様のご来場お待ちしてます。待ってます。